なんさま体操。皆さんこんにちは。なんさま体操の時間です。なんさま体操は今皆さんと目が合ってる私中山と皆さんが体操をする時間でございます。ですからね、皆さんここであったがもう覚悟を決めてくださいよ。体操をする時間なので皆さん体操の準備をしてお立ちください。それでは体操を始めていきたいと思います。はい、それではね、最初の体操です。ですかね、最初の体操は振り子の運動になりますので、足を肩幅に開いて両手を左右に振るだけの運動ですね。簡単なところから皆さん始めていきましょうね。これを2分間やっていきますので、もうベテランの人は一緒に2分間やってもらったらいいかなと思いますね。初めての方とかね、ちょっと体力自信がない方は1分目標に頑張ってだんだんと長くして2分間一緒にできるように、少しずつ、増やしていったらいいかなと思います。そしてですね、足が悪くて椅子に座っている方、横になっている方いらっしゃると思いますね。そういう方もね、ありがとうございます。今日ご覧になっていただいてね、そういう方もね、ぜひ、自分が動かせる場所ね、首、肩、もしくはね、顔の運動でもいいです。こうやってね、ギュッギュッとね、目を閉じたり開いたりね、そういう運動でもいいです。私と一緒にですね、自分自身でどこか体を動かせる場所をね、一緒に動かしていただけたら私の力になりますのでね、ぜひぜひ、一緒に運動していただければいいかなと思います。はい、それでは皆さん用意できましたか？では2分間いきますよ。よーい、スタート。で、左右に振っていきます。もう軽くね、楽にいきましょうね。僕は自分に甘くて人に厳しいそういう人なんで、皆さんに厳しくいきたいと思いますけど、はい、両手をね、左右に振るだけですね。はい、ね、ちょっとでいいんでね、自分でね、自分の体を動かしたなって思えるだけで全然気持ちが変わってきますのでね、ぜひ、振ってもらったらいいかなと思います。で、左右に振って、自分の体の具合を見ますね。僕は左利きなのでね、ほんと左側ばっかり凝るんですよね。だから、あ、今日もね、やっぱね、こうやってねじってると左側が張ってる感じがしますね。で、そういうのを感じながらね、あ、自分はでも何様先生は左っていうか私右だなとか、なんかお尻のとこは突っ張るな、なんか来たかなとか思いながらね、やってみるといいかなと思います。はい、1分経ちました。はい、残り1分、一緒にね、やれる人は一緒に行きましょう、ね、こうやって喋りながらね、やるとその有酸素運動って言ってね、結構ね、体にも優しいんですけど、しっかり酸素を取りながら、新陳代謝もね、流せますのでね、ぜひやってもらったらいいかなと思います、ね、スポーツマンとかね、結構アスリートの人はね、もう息ができないぐらい無酸素運動でね、ガーッとこうやって筋肉をつける方法もありますけどね、まあ、僕もおじいちゃんなんでね、有酸素運動、こうやって喋りながら楽にできる運動をね、どんどんやっていきたいと思いますので、ね、皆さんもこう、よしやるぞ、もう絶対やるぞとか、こう固い字張らずに、あ、少しやって休もうとかね、そのぐらいの気楽な気持ちでやってもらうと、いいかなと思います。はい、ね、動かしてだんだん温まってきました。はい、はい、もう終わりますよ。3、2、1、はい、 OK です。で、終わったらね、体を休めて自分の体に意識を向けて、あー、なんかこんな感じするな、今日はこんな感じなの、昨日となんか違うなとかね、自分の体をちょっと、ね、意識向けて、自分で感じてみてください。ではね、振り子の運動はこれでおしまいです。明日に向かってなんさま体操。はい、じゃあね、今日2つ目の体操といっても、今日はね、2つだけ体操を紹介して終わろうかなと思います。というのも、今日の2つ目の体操はこの1年かけてね、皆さんと一緒に、覚えて、しっかりね、
鍛えてというかやっていただけたらいいかなという体操を紹介したいと思います。はい、で、全然ね難しい体操ではなくて、よく授業でやります前屈の運動、前屈で前屈とそして後屈の運動です。この運動です。これをやっていきたいと思います。で、まあちょっとやり方どんどん変わっていくかもしれないんですけど、これをね3回やるようにしていきたいと思います。はい、運動はこれね。でやり方を説明します。まずは息を吸ってふーっと吐いていきます。で、僕こうやって軽くいきましたけど、体硬い方もいらっしゃると思います。そういう方はね膝曲げたままでもね、床にこう手を伸ばした状態でなるだけこう膝をこう伸ばすように、これでもいいですね。ついてから膝をこう伸ばして、あ、ここまでならできるなーっていうところで 1,2,3,4,5、 まあ息は止めずにね息をします。 1,2,3,4 ね。そしてゆっくりもう体をこうやってぐーっと起こしてあげて、で呼吸で整えて、そして背屈というか、なんていうか体を反る運動ですけど、手はですねここに脇腹があって、ここにね骨盤っていうでかい骨がある、これをこう支え、両手で支えるような感じでぐーっと倒していきますですかね。で若い人にねやるとね本当柔らかいんでね、ギューッとかやっちゃうんですけど、何歳皆さん年を取ってくると骨が硬くなりますね、特に男性もう全然曲がらんという人もいると思いますね。で、もう全然曲がらなくてもいいです。この体操を1年間しながらね、少しずつその骨のね可動域が増えてくればいいかなと思います。ですのでさっき押さえたこの骨盤を押さえながらぐーっと倒していきますね。で背骨を1個ずつこうやって、椎間板とか椎骨とかこう連なってるの、これが1個ずつこうやって反るようにね。そして首も一緒、首もぐーっと反らせれば OK。 ただし頭を反らしたり頭を下げたりするんでね、クラクラする可能性があります。ですので怖い方はね椅子に座ってやってもいいです。椅子に座って、そして体をぐーっと反らして、で座りながらやって大丈夫そうだなと思ったら立ってやってもらっていいです。ですよね。はい、ですので、ね、無理してやってヒュッて起こすとさーっと下がっていきますのでね、そこは皆さん十分気をつけてください。ですかね。はい、でこれが何になるかというとですね、体の、背骨ってさっき言いましたけど、背骨の周りについてるその、脊柱起立筋と、ね、この腹筋ですね。いつもデスクワーク仕事してるとどういう姿勢か皆さん想像できますか。こうやってね行動してます。パソコンもこうやってさ、携帯もこうやって触りますよね。この状態、ここを伸ばす機会ほとんどありませんね。意識してこれだけ体操ですよ、腰痛体操がありますけど、これをしない限りここを伸ばすことはありません。でどうなるかというと、足をね後ろにこうやるときにこう、これが下がらなくなるんですもんね。ここが短くなって、で自然にこう足がこう小股になってしまう、ね、そうすると関節の動きが狭いんで、そこだけ消耗しちゃったりとか、同じ筋肉ばっかり使ってそこが、疲れやすく、そして痛みやすく、そしてぎっくり腰になりやすくなります、ね、そういうことにならないために前屈でお尻を伸ばし、そして背屈でここをしっかり伸ばして、首もねで戻していく、この体操を3回ずつやっていきたいと思います、ね、皆さん本当最初慣れるまで椅子に座って徐々にやっていったらいいかなと思いますのでいきたいと思います。はい、では、今日はね3回 1,2,3 回して終わりたいと思いますので、皆さんお付き合いください。もう苦しくなったらダメだと思った時はすぐね僕に合わせずにね自分でこうやって起こしてもらっていいかなと思います。大事なのはこっちだけで終わらない、こっちしたらこっちも一回やってみてくださいね。ここお腹のこの部分を伸ばすのを意識してやってみてください。はい、
この他にもね、いろんな効果がありますけど、まあ1年かけて、それをね、みんな説明しながら、あ、この体操いいなって思っていただけるようにね、説明していきますので、ぜひ、やってみてください。ではいきますよ。はい、まずは前屈からいきます。体が硬い方は膝曲げていいのでね、ぐーっと倒します。倒して、そして息を吸って吐きながらね、ふーっと吐きながら引きます。で、大丈夫な人は膝を伸ばします。ぐっとね。そしてこの辺が伸びていくのはバッチ。この辺を伸ばしたいです。ね。で、まあ、痛いっていう人は膝曲げたままでもいいです。ね。その状態です。で、ここで1、2、3回ぐらい息をします。息を吐きながら吸って。はい。吐いて3回吐いたら息を吸って吐きながらゆっくりふーっと起こします。自分でこうやって起きれる人はこれいいんですけど、体がねまだね筋力が自信がない人は全然こうやって自分の体をこう上るような感じで体を起こしてみてます、はい、そしてめまいとかない状態確認して、今度は骨盤に手を当てて、そしていきなりする必要はありません。多分本当硬い方もいらっしゃると思います。この軽い状態でこう伸ばしていきます。あ、ここにちょっと張りを感じるなって感じです。で、その状態で息を吸って吐きながら吸います。頭もぐーんとゆっくり下げます。痛みがある場合はその辺で止めとってね、3回吐いたら4回目息を吸って吐きながらと戻します。こう揃いながらね、首とか多分もしかしたらこの辺とかなんか引っかかる感じがあるかもしれません。そういうことはね、無理してギュッギュッとせずに、そこで止めて反らしてやってみてください。で、やりながらだんだんとですね、あ、なんかこの前で動いてる、そういう状態になっていきます、ね、でそれでもね、すごい痛みがある方はもう無理せずに、ね、首だけでもいいので椅子の状態から体を反らして、そして曲げて、で痛みの範囲ない範囲で、ね、やってみてください。で2回目いきます。ぐーっと倒します。僕ちょっと大丈夫なのでね、膝伸ばしてやりますけど、ぐーっといきます。倒します。で倒してこの辺が伸びてる感じをします、ね、この辺お尻からね、そしてここが伸びます。ぐーっと倒して、そして息を吸って吐きます。吐いて、そして息を吸います。そして吸います。で4回目息を吸って吐きながら体をゆっくり起こしていきます。呼吸を整えます。で骨盤に手を当てて、そして息を吸ってふーっと言いながら倒していきましょう。ぐーっと倒します。そしてお腹が張ってるな、首の前も張ってるなと思いながらふーっと吐いていきます。吸って、そして吐きます。最後吸います。で吐きます。最後吸います。そして吐きながらと起こしていきます。いいですかね。はい、で最後ですね、3回目。じゃ倒します。ぐーっと倒して、そして伸ばします。息を吸って吐きます。だんだんとね伸びてきて手がつけるようになりましたけど、ね、揺らしてみるかな。3回目吐いてます。そして4回目息を吸って吐きながらゆっくり体を起こしていきます。ふーっと言いながらね、起こし
で最後です。骨盤に手を当ててぐーっと反らします。そしてポジションまでキャラ息を吸って吐きます。そして息を吸います。はい、息を吸って吐きながら体をゆっくり戻します。背骨もね、ゆっくり戻します、はい、という運動です。で、テレビを見てね、僕もこうやる前にいろいろ練習してるんでガッと曲げてますけど、これが正解だと思わないでください。それぞれ本当にね、背骨の硬さがありますね。僕も朝起きた時とかやっぱ特にね、背骨とか硬いで、この辺ぐらいしかね、曲がらない時があるんです。もうそれでもいいです。その状態で、あ、ここでもう痛みがあるな、この辺です。でやりながらだんだんと、あ、曲がってきたなっていうのを感じれればいいので、少しずつ曲げれるようになってみてください。いいですかね。無理してね、ギュギュギュッとやる必要はありません。それだとね、痛みの、危険性がありますのでね、これを1年間やっていきますので、少しずつでいいので、皆さん体の前と後ろ曲げ伸ばししながら柔軟性、柔らかくなっていくように、やっていけたらいいかなと思います。はい、それじゃあ、前屈と後屈の簡単な体操ですけど、これを1年間やっていきますので、皆さんね、しっかりついてきてくださいですかね。あとね、転倒予防、倒れないように、壁の近くでやってみたりとかね、椅子から始めたりとか、やってみてくださいね。はい、はい、それでは、今日2つ目の体操はこれでおしまいです。はい、今日はですね、今日2つだけの体操で今日は終わりたいと思います。最初の体操は振り子の運動ね。これで背骨の周りの横の筋肉を伸ばしたり縮めたりしながら、体をほぐしていく運動。そして、2つ目が前屈と後屈の運動ですね。すごくね、人によってね、柔らかい人はもうバンバンバシャーンとね、手がね、床にベシャーンとくっついたりできますけど、だんだんと体が硬くなってくると、本当にね、ふざけてるわけじゃなくて、もうこのぐらいしかいきませんっていう人も本当にいます、ね、そういう方もね、あ、この体操無理だと言わずに、少しでこの状態でいいのね。これでこうやって伸ばして、あ、お尻が伸びてる、ここも伸びてるっていう状態でよろしいので、そこでやっていってもらったらいいかなと思います。後ろもそうですね、腰が悪い方とか、ここはなんか痛いなっていう方もいらっしゃると思います。少しずつでいいのです。ゆっくり、伸ばして、自分の体をいたわってあげたらいいかなと思います、ね、このねじるのと前と後ろで、この体の中心をね、今年1年間は鍛えていきたいと思いますので、皆さんぜひ、やっていってもらったらいいかなと思います、はい、ということで今日はね、振り子の運動と前屈後屈、2つだけの体操ね、大事な体操なので、今日は2つだけの体操を紹介して、これで終わりたいと思います。明るく楽しい今を、自分で動ける幸せを、そしてかけがえのない素晴らしい今を、宝の森高森町の皆さんに届け、高森ほいはい、じゃあ、今日の南様体操はこれでおしまいです。皆さん少しずつでいいので体操をやっていきましょう。お疲れ様でした。皆さんこんにちは、南様体操の中山です。南様体操でテレビの前で皆さんにね、体操を紹介してますけど、南様体操では伝えられない体操がたくさんありますね。本当は頭の先から足の先までの体操を紹介したいんですけど、南様体操の時間ではお伝えできない
体操を私中山が体操教室を高森で2回行ってます。それを今日は紹介したいと思います。まず、やってる日なんですけど、毎月第2、第4の月曜日に実施してます。そして第2の月曜日は高森の上敷見総合センターで10時から体操をやってます。10時から11時半ぐらいまでかな。その90分の中で体操を紹介して皆さんと楽しく過ごしてます。そして第4月曜日は、高森町観光交流センターの中のね、そのホールのところで、体操をしてます。そこではね、また上敷見とはまたちょっと違った体操を紹介してますので、ぜひあの南様体操だけじゃ物足りないな、もうちょっと体操したいなっていう方はね、ぜひ体操教室に来て私と一緒に汗を流していただけたら嬉しいかなと思います、はい、そしてお問い合わせの方は健康推進課まで、南様体操教室に参加したいなというところをお電話していただければ、担当の方が、調整してくれますので、ぜひぜひぜひ電話していただけたらいいかなと思います。皆さん、では上敷見と、観光交流センターで待ってますので、ぜひ来てください。はい、それでは、体操教室の、お知らせでした。阿蘇の穂柱ほらほえ燃え立つ時には地鳴りする、あふんなくつばい、阿蘇の姫女がほろほえ鎮西八郎さんの目とらした、あほんなこつばい、ほんなこつばい。